トラベラーチャンネル。はい、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。 JST 留学ホームステイ担当のワニベです。毎週火曜日は留学ホームステイやワーキングホリデーについての情報をお届けしております。さて、今回は現地視察してきましたとっておきのアイルランド留学ということで、前回に引き続き僕が先日ですね、ヨーロッパをいろいろな学校とか都市を見てきた時の報告、またとっておきの留学候補地についてお届けしたいと思います。今回はまた前回に引き続きアイルランドなんですけれども、最近アイルランドにね、留学行きたい、イギリスよりもアイルランドの方がいいんじゃないですかみたいな、だんだんアイルランドのこう留学候補地としての知名度、位置づけがすごくこう皆さんにこう浸透してきたという気がします。で、私もアイルランドはすごく昔から好きで、今回も行ってきたんですけど、やっぱいいとこだな、これから留学されたい方、また初めて行かれる方でも全然問題ないかな。やっぱり何がいいかっていうと人がいいんですよね。すごく親切な人、世話好きな人、世話焼きの人も多いので、私はホームステイをされるんだったらアイルランドを絶対に候補かなというふうに思います。で、今回ですね、ご紹介したいのがコークという町です。アイルランドの、ね、中では、人口2番目に大きい都市で、約22万人の人が住んでいます。愛知県近郊で22万人ぴったりなところってあんまなくてですね、比較的近いのが、そうですね、三重県の鈴鹿市が20万人ぐらいということなので、そんなに大きい都市ではないんですけど、ものすごくコンパクトで、ヨーロッパ来たなっていう、そして治安はすごく良いので、留学候補地として落ち着いて勉強するんであれば、素敵な留学候補地じゃないかなというふうに思います。まず、アイルランドなんですけれども、皆さんこのコークに行くためにはダブリンに皆さん到着するわけです。ダブリンからコークまでの距離は直線距離にして約250キロ、飛行機で行く人はほとんどいないので、セントレアから直行便はないから、まずはダブリンまで飛行機で行きます。で、ダブリンから、このコークまではですね、私は今回電車を使ったんですけど、多くの方がバスで空港からそのままバスに乗って、コークに行く方が多いです。これまでのお客様もそのパターンが多かったですね。ダブリンからコークまでは列車で2時間半、バスで3時間30分ということで、距離はあるんですけど、本当に素敵なところです。ちなみにダブリンまでは、いろいろな航空会社でアクセスできるんですが、日本から直行便残念ながらありませんので、オランダ航空でアムステルダム経由、ブリティッシュアイウェイズなどで、ロンドン、またはフィンエアとかエミレーツ航空とかでですね、さまざまな経由地を経由していくことになります。で、これダブリンの、ダブリンじゃなくてこれコークですね。コーク の、ケント駅って言いまして、ダブリンから、コークに到着すると、可愛らしいこう駅に着くんですけど、蒸気機関車が展示されていましたね。こんな感じですね。で、このコークの、駅から、徒歩大体そうですね、10分圏内かな。すごくコンパクトな街なので、こういった、いかにもヨーロッパらしい街並みの通りを通りながら、学校にアクセスしました。すごく綺麗な街ですね。大都市、大都会、ダブリンと比較すると、ものすごく街並みが、分かりやすいというか、やっぱすごく洗練された街。で、ショッピングストリートもきちっとあるし、ものすごくおしゃれな感覚が、モダンな雰囲気と、このヨーロッパのこう石畳とマッチしていて、ここだったら多分皆さん飽きることないかなと。僕もこれしばらくいたんですけれども、もうちょっと滞在したかったなっていう気分になりました。で、学校はですね、目と鼻の先、目の前が川が流れていて、こういった形で本当に歴史的な建物の中にの3階が学校になっているっていう感じです。非常にアットホームな学校で、アイルランドよくあるんですけど、家族経営の学校ですから、経営者および校長先生、あと先生方もものすごくチームワークが良くって、
生徒さんの一人一人の顔を覚えてるっていうね、名前もしっかり覚えて、こう名前で呼び合えるという、まあ、大規模な学校ではない分、アットホームな感じがすごくする学校です。非常に、僕はこの学校は、おすすめしたい学校の一つです、ね。ちょうどハロウィン前だったので、いろんなハロウィンの飾り付けもあったりとか、あったんですけど、アイルランドは語学研修のみならず、今ワーキングホリデーで行かれる方もいらっしゃるんですね。で、この学校もそうなんですけど、そういったジョブサーチ、就職活動、それに対するサポート、またこういうふうにやると仕事よく、就職率が高くなるよ、こういったことをやるといいよ、面接で聞かれることはこんなことだからね、みたいな、そういったアシストをしてくれたりだとか、ジョブクラブっていう名前で、毎週こう日付を決めてですね、いろいろこうサポートしてくださったりとか、結構アイルランドはどの学校もそういったワーキングホリデーでいらっしゃる方に対してのこうお手伝いっていうのをね、いろいろアドバイスしてくれたりとかします。すごくモダンな学校で天井の高い教室でしたので、まあここもやっぱり皆さん満足度高い学校の一つなんですけれども、大人の方、もうキャピキャピしたね、中高生ではなく、やっぱちょっとね、大人の方にお勧めしたい学校かもしれないですね。大学生以上とかね。聞くところによると、この学校の建物、昔銀行だったみたいで、そこを改装して、今の学校にして、しばらく運営されているということで、ものすごくロケーションもいいですし、そういった歴史的な情緒もある建物なので、いいかなというふうに思いました。整理しますと、この学校、まずアイルランド第二の都市、コークで学べるということ。コークで勉強したって言ったら、大体ヨーロッパの方、アイルランド知ってる方、ヨーロッパの方はコーク知らない人いませんから、すごくいいかもしれません。学生が比較的多い都市ですので、英語学習に最適な環境、世界から留学生集まってますからね。で、欧州文化首都にも選出されたところということで、先ほど言いましたように、歴史的建造物も豊富ですので、全然、コークどこっていうのではなく、ああ、コークで勉強したんだねっていうふうに、後で自慢できるロケーションだと思います。そして、英語環境に浸れるということで、比較的日本人学生さんは少ないです、ここはね。距離的にもあるし、そんな遠く行くのをちょっとやめよう、アイルランドだったらダブリンにしようっていう方も時々いらっしゃいますけれども、ただほんと、なるべく同胞の学生さんが少ない環境がいいな、さらに国際色豊かな環境がいいなっていう、この部分優先される方は絶対おすすめです。あと、何よりも家族経営のアットホームな環境ですので、すごく親身になって対応してくれるスタッフさんいます。こちらからどんどん質問したりとか、ちょっとこれ、なんとかならないですかみたいなこととか、あと、習熟度、英語ですね。ちょっとこれ難しすぎるんだけど、クラス避けてほしいなとかね。あと、ホームステイに関しても、本当に、気に入らないことがあったら何でも言って、もう本当すぐチェンジしたりとか、相談乗るからねっていうふうに、本当にそういうふうに親切にね、対応してくれるスタッフが、我々と同じ気持ちでやってくれるスタッフがいますので、この学校は非常におすすめです。はい。今日はですね、コークについて、お話しいたしました。今回の動画がためになったと思った方はぜひ、いいねボタンを押してください。また、チャンネル登録がまだの方はぜひ、この機を境にチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。